こんにちは。種子島高校放送部です。イエーイ。8月16日、私たちは種子島宇宙センターにやってきました。そしてロケット打ち上げの時に英語版の実況を担当している三宅麻美さんにインタビューすることができました。三宅さんは英語の実況を担当して今年で19年目です。駆動用電池起動、サマーバッテリーズアクティベーション、全システム準備完了、オールシステムズアレディ、メインエンジンスタート、メインエンジンイグニション、 SRBA 点火、リフトオフ、 SRBA イグニションレフト。実況するときに心がけていることはありますか？実況放送に関してはやっぱりはっきり何が起きたか分かるように言うように言われているので、短めに言葉は少なめに言うようにしています。実況していて難しいと思うところはありますか？慌てすぎて日本語放送の後ろに英語放送入れてるんですけど、かぶるまだ前の日本語が喋ってる最中にわーって一緒になって喋っちゃうことがあって、慌てすぎて、ね、日本語でまだ衛星分離って言ってる分ぐらいのところでペイロードセパレーションとか言って乗っかっちゃってすごい失礼しましたっていうのも何度もありました。実況の仕事をしていて良かったと思うことは何ですか？まあちょっと度胸がついてきましたかね。やっぱりみんなが聞いてると思うと、別にお客がそこにいるわけじゃなくてもやっぱりすごく緊張するんですね。あとやっぱりロケットが上がる瞬間って失敗したらどうしようって思うからすごく緊張するので、度胸が少しはついて、こう人前で喋るのも少し大丈夫になったかなって。もう昔は全然ダメだったので。最後に三宅さんの好きな言葉を教えてもらいました。千里の道も一歩からって知ってますか？量の多い翻訳を頼まれた時に、うわーこれいつになったらできるんだろうと思ってなんかちょっとうんざりしちゃったりすることがあるんですけれど、でもこの最初の一言を訳さないと絶対に終わりにはいかないなと思って、いつも千里の道も一歩からだから頑張ろうって思って仕事をしているんですね。こうね、ゴールは見えないところにあることっていっぱいありますけど、もうとにかく一歩ずつ歩いていかないとゴールには近づかないので。そうですね、はい、だからその言葉が好きです。インタビューを担当した高橋さんの感想です。三宅さんが言っていた千里の道も一歩からという言葉がとても印象に残りました。私も三宅さんのように一つ一つ何事にも諦めずに努力していきたいと思います。実況放送の裏側で頑張っている人がいることがよく分かりました。三宅さん、これからも頑張ってください。